役所の筋肉王こと福島優輝です。現在国は感染症から身を守るための新しい生活様式を推奨しています。今回は新しい生活様式について紹介します。感染防止の基本は3つです。1つ、人との距離を取りましょう。人との距離は少なくとも1メートルは空けましょう。密閉、密集、密接の3つの密を避け、会話をするときはできるだけ対面を避けましょう。2つ、外出するとき、会話をするときは必ずマスクをつけましょう。合わせて咳エチケットも徹底しましょう。これから気温が高くなっていくので、熱中症対策など体調管理に十分注意しましょう。3つ、手洗いを丁寧に行いましょう。石鹸をつけて30秒程度しっかりと洗います。ウイルスを家に持ち込まないよう、家に帰ったら手だけではなく顔も洗いましょう。消毒液でこまめに手と指を消毒することも大切です。日常生活における様々な実践例についても紹介します。まずは買い物についてです。買い物はお店が開いている時間に少人数で行きましょう。レジで並ぶときは前後にスペースを空けるよう気をつけてください。また商品などへの接触はできるだけ控えましょう。通販や電子決済の利用も感染予防に有効です。公共交通の利用については乗車中の会話を控え、また混雑する時間を避けて利用しましょう。外出の制限はされていませんが、感染が多い地域への外出は控えましょう。移動手段として徒歩や自転車も活用しましょう。食事の場面では対面ではなく横に並んで座りましょう。食事中の会話を控えて料理に集中することも感染防止につながります。料理は大皿ではなく一人ずつ盛り付けましょう。お酒を飲むときはお酌やグラスの回し飲みは避けてください。飲食店を利用するときは持ち帰りやデリバリーを積極的に利用しましょう。こうした新しい生活様式で皆さんと皆さんの周りにいる大切な人の命を守ります。皆さんで実践して感染症の拡大を防ぎましょう。6月30日から続いた大雨により九州地方などで甚大な被害が起こりました。被害に遭われた方には心よりお見舞い申し上げます。こんな時だからこそ今回は感染症のリスクにも配慮した大雨時の避難行動のポイントについて、防災のスペシャリストである富士市役所防災危機管理課の太田さんにお話を伺いたいと思います。
太田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、感染リスクに配慮した大雨時の避難行動について教えてください。はい。新型コロナウイルス感染症は怖いですよね。しかし大雨による土砂災害や洪水の方がもっと怖いです。コロナウイルスが怖いからといって危険な場所から避難しないということだけは避けなければいけません。大雨時の避難行動についてイメージ図を使って説明します。避難とは難を避けることであり、学校などの避難場所にこだわる必要はありません。避難場所に行くことだけを考えていると、場合によっては危険な場所に近づいてしまうことも考えられます。自宅の危険性により、その時の状況を判断して安全な場所へ移動することが重要です。自宅の危険性は各種ハザードマップで確認してください。富士川ハザードマップは今年8月に浸水区域内の全世帯に配布を予定しています。またインターネットを利用できる人は富士タウンマップでご確認ください。ハザードマップで自宅の危険性を調べたら、次は避難場所や避難の方法を決めておきましょう。皆さんのご自宅が1、洪水により浸水するが深さは深くない、2、浸水が深いまたは川に近く家が流される危険性がある、どちらの場合も共通して言えるのは、早めに浸水区域の外側に避難する立ち退き避難が最善策となります。例えば早期避難場所のまちづくりセンター、浸水区域外の知人や親戚宅、駐車場などに車で避難することも考えられます。また自宅の上層階に避難する垂直避難も考えられますが、浸水が深い場所ではお勧めできません。周囲が浸水し危険が迫っている場合は、近くの学校など高くて安全な場所に緊急避難してください。水害と感染症の2つの難を避けるには、小中学校などの避難場所よりも親戚・知人宅や高台の安全な駐車場などの避難先を決めていくことをお勧めします。いざという時のために考えておきましょう。次に避難所の感染症対策について教えてください。はい。避難場所に避難するときには、食料、毛布などの非常持ち出し品に加え、感染防止のためマスク、消毒液、体温計をできるだけ持参してください。まずは事前受付について説明します。事前受付とは、建物に入る前に新型コロナウイルス感染症の症状の有無を確認することを目的に設置します。避難者は健康チェックリストを使い、自己診断を行います。このリストの1から9に1つでも該当する場合は、症状ありの受付に回ってもらい、何も該当しない人は通常の避難所受付に進みます。大勢の人が集まることを想定し、ソーシャルディスタンスを保ち、マスクの着用、消毒液の設置など対策を行います。症状ありの受付では、専用の避難者台帳を用意し、入所の手続きをします。その後、各施設に設定した感染予防エリアに案内します。感染予防エリアでは、体調チェックシートを使用し、毎日3回の検温をします。またゴミの個別管理など徹底した予防対策を行い、症状がなくなるまで経過を観察します。避難所のレイアウトもこれまでとは異なります。通路を2メートル確保し、3つの密を防ぐ対策を取ります。今回は防災危機管理課の太田さんに、大雨時の避難行動のポイントについて教えていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。これから台風シーズンが来ます。土砂災害や洪水は
雨の降り方によって避難を判断することができます。これをきっかけに、いつ、どこに、どのように避難するか決めておいてください。皆さんはすでに富士青春市民になっていますか？富士青春市民は目標に向かって頑張ってる人や、富士市のことが好きな人であれば誰でもなることができます。私は私の周りにいる全ての人が笑顔になれるように毎日笑顔で頑張っています。ふるさとを離れてもふるさとを思う心を持っている人はいっぱいいます。富士を離れた人と富士をつなぐ架け橋になりたいです。We are Seishin。富士青春市民になると、このオリジナルピンバッジと富士青春市民賞がもらえます。富士青春市民になって、みんなで富士市を盛り上げましょう。今回の富士広報室は市からのお知らせについてお送りしました。エンディングに、今日の筋トレはこれだのコーナーで締めたいと思います。今日皆さんにお伝えする筋トレは倒立です。皆さん驚いた方多いんじゃないですか。倒立できないよということで、補助倒立ということで、今日は補助を使った倒立をご紹介したいと思います。ですので補助者の方を呼んでます。お願いします。ではやってみたいと思います。お願いします、はい、よいしょよいしょ。はい、これが補助倒立。この状態でキープすることでしっかりと肩に効いてくるんですね。これはなかなか大変なんで、10秒3セットを目標にやってみましょう。それでは今回の富士広報室はこの辺で